広いぞ、なんか反対側に出ただけか。戻ってきたってこと。そうだ、こっちなの、こっちの方があるの。ん、調べる。ああ。農園の裏は、え、どこ、こいつの上だ。あ、これどこ。めっちゃいろんなとこ行ける。ついに広くなりすぎて、え、なんだこれ。イエーイ。何、いや、ももだって。うん、あ、日記。変化球で。うえ、ダムみたいになってる。うん、そう、あっちにも行きてえな。あっち、あっちか、あんなの。え、なに、なに、え、あ、通れるようになったの。工事中の通行止めがなくなっているようですね。こっちから行けるよ。それほど工事終わったんじゃないかい。ここどこなの。え、新聞社。うん、あれ、あそこのダムでどうやってる。え、あ、まだまだ来たの。とりあえず。ダムはまだ行けないってことか。とりあえず新聞社に帰って。あ？距離を歩いてるよ。あ、お姉ちゃんが話しかけて。今、新聞社の状況はこんな感じ。新聞の売り上げが増えたんだ、しんちゃんのおかげ。そんなのあったの。うん、全員はこれ、お願いします。あれ、見て見て、なかなかの記事だ。素晴らしい。おお、うん、おお、うん、おお、ありがとうございます。お小遣いゲッツ。誰もが面白い記事を求めている。しんのすけくんも我が新聞社の発展のため頑張ってくれたまえ。その最初に参加。今、おお、新聞が大躍進。売り上げがすっごい伸びてるよ。大活躍だね、しんちゃん。おお、達成した。我が社が大きくなった。君のおかげだ。え、大きくなった。ありがとう。おめでとう。しんちゃんのおかげで売り上げが伸びて新聞社が大きくなったよ。うん、誰か増えんのか。新聞の名前は、名前は、子供新聞。販売数が増えたのでボーナスを支給します。うん、おめでとう。え、うん、ヒットポイント50億だって。え、マジ、ヒットポイントって上がっていくの。変化球で麻生子供新聞になりました。え、なったの。なんか一人で見せて。なってるの。よくわからない。こっちよ。
ってるとこだよ。じいちゃん。乗っちゃいけるとこなの？そうだよ。あ、今お小遣いいくら？490円。あ、いっぱいあるじゃん。25ケースあったし。手前は？あれ、手前から来たの？あれ何？勝手に動いてるよ。え？何？今さ。え？ただのバグじゃん。スターズの方にいたら、あんなあっちの反対側行ってないの。バグっていうコントローラーがいかれてんじゃん。あ、こっちを見てないか。排水溝があるぜ。ここから先へは進めません。どうすればいいのかな。どうすればいいの。え、橋をかける。橋を、そのためにはどうしたら、これ木材があるよね。これはなんか鍵になってそうな予感するよね。あ、やばい、人見た。まだスナックできるはず。あっちが開いて行ってないね。うちゃうちゃう。やっぱり。あ、いる。え？あ、違う。あの。え？うん。シビアだよ。わ。あ、カブトムシ。お、カブトムシゲット。何、まだこれで？水門が邪魔でここから先は行けません。水門を下げることができれば通れるようになるのかな。うん、何て言うの。どっちだ道は。あの子落ちてる。あ、カレー屋のとこだな、これ。ほんとだ。なに？向こうなくなった。おや？工事中の通行止めがなくなっているようですね。恐竜が通って壊したのかな？育ってるよね。あれを取って。違うって。水の筒を間違えた。水長と二つ必要なんだ。これそうなの。川のとこに入って。川のどこだっけ？どの川だっけ？どっちの川かわかんない。ここ？でっかいとこないんだ。とりあえずこれ何？
あ、今のいいの？一発で来たことないから油断したわ。まあ、どんどんやって、え、どんなんだったっけ、それか、イエーイ、よし、イエーイ、よし、どうぞ、お仕事お仕事、あれ、やばい、うまく動けない、まあそうだろうね。本当だよ。どんだけ？結構もう4日目のこの前に3つが詰まってない。ひま、なんで最近はいい。いいお風呂だな。どうしてひま。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから。グイグイ出かけたぞ。いや、毎日出かけちゃってるけど。まあ。変化球で、ここで気になるお使いの評価を聞いてみましょう。ここお使いを一つ終えると星が一つ増える仕組みです。現在星は三つです。なかなか頑張ってね。今めっちゃ喜んでる。ヒロシさんなんだよ。今日はどんな記事ができた？見て見て。ああ、なんかなかなかの記事だ。素晴らしい。終わるのできるんだ。もう二つだからね。まあそれでもらえた。ありがとうございます。では、新之助記者、よろしくお願いしますね。仕事、そう、出張って言った。ああ、そうそうそう。だからいねえんだ。そう、出張もしてるんだ。で、あ、なんか、そうか。じゃあ、むしろ。じゃあ、ダンシングジローと
終わっちゃってるの。